さあというわけでウイチ予想会、今回はスペシャルとしてプロレスリングノアから清宮選手、はい、そしてボートボーイ編集長の黒須田さんをお招きしてお送りしたわけなんですが、まあちょっと最後の最後大盛り上がりありましたね。でしたね、はい、あれは、あそこで3着が3になれば清宮選手が終わった、はい、そして5になったことによって我々2人が当たるという、まあ、その運命の明かり道があそこでね、もう実際最後競りましたから ね、はい、めちゃくちゃ熱かったんですけど、はいはい、今日どうですか、興奮を味わえましたか。いやもうすごい大興奮ですよ、はい、悔しい思いが今すごいありますけど、お、はい、これちょっと次リベンジしたいなって。あれだったら黒須田さんに一発、はい、いやダメですよ、メガネが壊れますから、はい、外せば大丈夫かなと。僕はさっきやってもらおうと思ったんですけど、骨折れるなと思って、ちょっと練習に当てようかなと。あ、その悔しさはバネに、はい、次から頑張っていただきたいと思いますけど、まあ、楽しかったということで、はい、ぜひ機会があったらまたね、そうですね、はい、はい、がっつり今もう場内の前に入ってます。いやでも本当に大丈夫ですか。入ってますよ、ね、大丈夫ですよ、ぜひ機会があったらまた。いやもちろんですね、はい、はい、でこっちの東京の方でもあるみたいなので、はい、ああ、グランプリがね、平和島なんですね。今年は年末に向けてもう都内がこう盛り上がってきますから、そうみたいですよね、はい、だからもう行けるときはちょっと行ってみて。ああいいですね、はい、でまたここに来たときクイーンズクライマックス、はいはいはい、年末またあります、これがっつりちょっとリベンジ、そうですね、したいなっていうのはありますね。クイーンズクライマックスでまたちょっと、そうです ね、3人で盛り上がれるといいですね、盛り上がれていいですね、大晦日、はい、何にせよ俺ちょっとプラスになったんでめっちゃご機嫌じゃないですか。幸せそう、嬉しそう、これをやっぱ味わってほしいです。そうそう、やっぱね、清宮選手、これ味わってほしかったですね。そうですよね、本当にね。そしたらもっと楽しくなると思うので、はい、はい、まあ、次回機会がありましたらまたこの3人でお届けしたいと思いますんでね、はい、動画をご覧くださった皆さん本当にありがとうございました、今回のウイチ予想会はこれにて終了とさせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。